多分あの事件だ。自我特別内消去症。なんであんたはここにいんのよ。愛人のことで喋らないで。何よ、愛人の子だろうが、お父様が一番可愛がったのはこの私なのよ。お父様言ってたわ、お姉様はできそこないで。どうせお金が目的なんでしょ。ああ、メス豚がさっさと出て行きなさいよ。ごめんなさい、入れお嬢様。ミキさんも落ち着いて。お待ちどうさまです。なんでラーメン屋の将軍その子がいいんだよ。お父さん同士が知り合いで家族ぐるみの付き合いをしていたらしいよ。はあ、つながってんだな金持ち同士って。うーん、あ、チャーシューいらねえならもらうぞ。え、あ、うん、ひどい。最後まで取っておいたのに。近いし。お前、最後まで取っといたのに。あ、園子の力だ。もしもし、嘘、園子が。園子がどうかしたのか。誘拐されたって。え、どういうことですか。その子が誘拐されたって。火葬場に電話があったの。男か女かもわからない加工された声だったわ。姉の野口由里を誘拐した。返してほしければダイヤモンドで10億円用意しろ。ダイヤで。要求に従わなければ姉さんの命はない。預かっているのは姉さんだけじゃないぞ。ちょっとどういうこと。電話はそれで切れたわ。出棺の後、お姉様と園子ちゃんはお寺に残ってずっと一緒だったらしいの。だから園子ちゃんも誘拐されたんじゃないかって。園子、園子出たよ。電源が切れてる。お寺の駐車場にゆりさんの車がありました。ですからおそらくお姉さんと園子さんはお寺で一緒に拉致されたものと思われます。園子の家に身代金の要求はないんですか。現時点では。でもそれって変よね。園子ん家だってめちゃくちゃお金持ちなのに。犯人はそのことを知らないか、あるいは野口家だけからお金を奪うことが目的。ミキお嬢様、ダイヤをお持ちいたしました。ありがとう。そこに並べて。はい。初めて見た、こんなにたくさんのダイヤ。ラーメン王のダイヤコレクションは有名だからな。あ、よし、よし、よし、今落ちました。すごいです、すごいです、すごいです。お姉さんのおかげで、とんだ散財だわ。テレビであんなに大喧嘩してたけど、実はお姉さん思いなんですね。違うわよ。身代金をケチって姉さんが殺されたりしたら野口家の名に傷がつくでしょ。そうですか。
タイヤは一つにまとめた方が良さそうね。鴨志田、はい、私のアタッシュケースを持ってきて。かしこまりました。OK です。お願いします。もしもし。ダイヤの用意はできたか？ええ、準備したわ。ユリお姉様の声を聞かせてください。声を聞くより無事な顔を拝んだ方がいいだろう。屋上のアドバルーンでダイヤを上空に上げろ。上空に？3時だ。中身を確認次第2人の居場所は教えてやる。貸してください。その子は、その子は一緒ですか？もしもし、もしもし。逆探知失敗です。新一、貸して。あと10分しかない。急ぎましょう。バーロー、それを今から確認しに行くんだよ。大丈夫ですか？ちょっと転んだだけです。それは私が運びます。ええ、お願いします。さすがダイヤ10億円分ともなると手応えあるわ。行きましょう。こちらからは異常なし。こっちもよ。あんなところから犯人はどうやってお金を奪うのかしら。ヘリコプターとか来るのかな。え？しますか？もう少し待ってみましょう。もう少し待ちます。どうして犯人は現れないんだろう。警察の動きは気づかれたのでは？最新の地位は払っているので、そんなことはないはずです。そろそろ1時間だ。もしもし。ダイヤはいただいた。何ですって？犯人ですか？ダイヤはいただいたって。バルーンを下ろして。
約束通り人質は返してやろう。米花中央公園のベンチに行ってみろ。米花中央公園？どうして？米花中央公園のベンチってどのベンチ？とにかく手分けして探そう。こっちお願いします。はい、しましたすいません、よろしいですか？ちょっとごめんなさい。すいません。ランちゃん、あっちお願い。すいません、ちょっとごめんなさい。すいません。くそ、どうだ。地下倉庫に行ってみろ。地下倉庫、本社には地下倉庫がございます。ダメだ、鍵がかかってる。園子、園子いるの？これは真っ先です。園子、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 大丈夫か？ユリお嬢様は？お嬢様、大丈夫ですか？工藤君、大丈夫？よかった。お嬢様、ユリお嬢様、鴨志田、お怪我はございませんか？今足のループを外しますね。ありがとう。大丈夫ですか？はい、大丈夫。大変です、ミキさんが屋上で。死んでる。ミキ、ユリお姉さん、どうしてミキさんが。私たちが米花中央公園に向かった直後に、ミキさんはどっかに潜んでいた誘拐犯の仕業でしょうね。おかしい。犯人はダイヤを手に入れたのに、なぜミキさんを殺す必要があったんだ。では誘拐された時の状況をお話しください。はい。忘れ物があるからってお寺に戻ったお姉さんを待ってたんです。でもちっともお姉さん戻ってこないので行ってみたら、ユリお姉さん、ユリお姉さん、ユリお姉さん。その時私は意識がなかったんです。私もハンカチで薬をかがされて。そうなんだ。ごめんね、園子ちゃんをこんなことに巻き込んじゃって。うん。じゃあ二人とも犯人の人相とかは？後ろを見るなんて余裕全くなかったし。気づいたらあの部屋にいたんです。目の前にはユリお姉さんも縛られてて。ええ、そしたら突然明かりが消えて。明かりが？そう。着いたらお姉さんが倒れてた。誰かが入ってきたと思ったらまた薬をかがされて、それから鴨志田に起こされるまでの記憶は何も。その子、明かりが消えたのはその1回だけだった。うん、もう1回。みんなが助けに来てくれた少し前に消えた。やっぱりな。え？見えたんだよ、たった一つの真実ってやつかな。
上空から10億円分のダイヤが消えるなんてありえない。考えられるのは上空に上げる前にすでにすり替えられていたってことだ。すり替えた？いつ？誰が？どこで？私たちずっとアタッシュケースと一緒に屋上に上がったじゃない。皆さん、あの時と同じように順番に並んでください。僕はミキさんの代わりを、高木刑事とその子とユリさんはランと一緒に。お願いします。それでは走ります。よーい、スタート。ストップ。佐藤刑事、そこから僕が見えますか？見えないわ。ラ、そこからは？見えない。一瞬ですが、ミキさんはここで我々の視覚に入ることができた。すり替えのチャンスがあるとするならここなんです。これだな。ん？どこ？ミキさんはこれを使ったんです。いいですか？こうやって偽物のケースをあらかじめ入れておく。そして本物のケースを入れる。新一はミキさんが私ケースをすり替えたっていうの？ああ、あの時ミキさんはここで転んだふりをしてアタッシュケースをすり替えたんだ。大丈夫ですか？待って、でもあの時私が持ったケースは。それは私が運びます。お願いします。さすがダイヤ10億円分ともなると手応えあるわ。もし空のケースとすり替えがあったのなら軽いはずよ。この中には10億円分のダイヤと同じ重さのものが入っていた。しかもそれは時間が経てば消えてしまうもの。消えてしまうもの？おそらくドライアイス。屋上でのことをよく思い出してください。下ろしますか？もう少し待ってみましょう。あの時ミキさんが止めたのはすり替えたケースの中のドライアイスがまだ溶けきっていなかったから。でもどうしてミキがそんなことを？犯人だからです。犯人？この誘拐はミキさんの狂言だった。しかしそのミキさんはもう一人の犯人によって殺された。共犯者がいるってこと？だとしたらここに10億円分のダイヤの入ったアタッシュケースがまだ残ってるはずじゃない？いや、ダイヤはすでに共犯者によって回収されたんだ。そんなことができたのはただ一人。誰なのそれは？地下倉庫へ行きましょう。ここに犯人につながる手がかりがあるの？なあ。思わせぶりはもうたくさんよ。はっきり教えてくれればいいじゃない、誰が犯人なのか。犯人はあなたです、野口ゆりさん。私？葬儀の席でわざと激しい喧嘩をしたのも二人が共犯だということを悟らせないためだったんですよね。何を言い出すのかと思ったらバカバカしい。私はずっとここで監禁されてたのよ。園子ちゃんって証人もいるね、園子ちゃん。うん。どうやったら私がダイヤを奪ったりミキを殺すことができたっていうの？この部屋でもすり替えがあったんです。すり替え？その子はあなたのアリバイ作りのために利用された。どういうこと？まるで意味がわからない。その子が見ていたのはユリさんじゃない、人形です。人形？この部屋の明かりは二度消された。一度目はユリさんが人形とすり替わるため。
そうやってこの部屋を抜け出したゆりさんは、僕たちが屋上にいる間にダイヤモンドが入ったアタッシュケースを回収した。ここまででナナとミキさんが計画した狂言誘拐は完成したはずだった。しかしあなたは屋上に向かった。お姉様がここにいるのよ。それに何、米花中央公園計画が違うじゃない。本当の計画はここからなの。え、あなたを殺して初めて計画は完成する。そして2度目に明かりが消されたのは、今度は人形とユリさんがすり替わるため。あなたは僕たちを一旦米花中央公園に向かわせて時間を作り、この部屋に戻った。ソロカ、明かりはリモコンで操作した。工藤さん、あなたの言っていることは全て空ごとよ。私がやったって確かな証拠があるの？証拠は鴨志田さんがお持ちです。鴨志田が？証拠は鴨志田さんがお持ちです。鴨志田が？鴨志田さん、園子とゆりさんを救出した時、この部屋で拾ったものをお見せください。大丈夫ですか？はい。痛いとこないですか？大丈夫。申し訳ございません。私はお嬢様方お二人を野口家をお守りした一心で。それは屋上で殺害された美希さんのものですよね。おそらく殺害した時、あなたのズボンのその裾に入ったんだと思います。そしてそれがこの部屋でこぼれ落ちた。さすが噂通りの名探偵ね。そうよ、私があの子を殺したの。でも狂言誘拐の計画を立てたのはミキよ。あの子相続税でお父様の遺産をたくさん持ってかれるぐらいなら、狂言誘拐をやって架空の犯人にダイヤ10億取られちゃったことにしようって言い出したの。ミキは子供の頃から悪知恵が働く子だった。そういうところがお父様は大好きだった。だからお父様はミキばっかり可愛がって、遺言の遺産だって愛人の子のあの子の方がずっと多くて。悔しかった。悔しくて、いつかきっとミキを見返してやろうってずっと思ってた。これでミキよりも悪知恵が働くことを証明できた。天国のお父様もよくやったって認めてくださると思うわ。その真珠があなたのズボンに入ったのは偶然です。でもその偶然は
天国のお父さんが作ったのかも。あなたに罪を償わせるために。違う、偶然なんかじゃない。あの子が、ミキがやったのよ。あの子、最後の最後まで悪知恵が働く子だから。呼吸器が止まった。俺が宮野さん殺したって言いたいのかよ。自分では無理です、母を死なせるなんて。ただ真実だけが正義なのかなって。